おはようございます。ガチガチ専門の下川です。今日はね、朝からね、まだこれオープン前なんですけど、ちょっとなんか話しようかなっていう気分になったんですよね。なんか早く起きてしまって、で早く店に着いて、で今日もすごく天気いいんですよね。ちょっとあったかい、そんな感じなんでね、なんか朝から動画一本撮ろうかなっていう気持ちでやっております。はい、で朝なんでね、またコーヒー飲みながら行きたいと思いますよ。セブンイレブンの何、はい、ドリップコーヒーですね。これを飲んでいきます。でまあもう12月なんでね、まあ今年を振り返るとか来年の目標とかあるんでね、それをちょっと動画にしようかなと思うんですね。で動画にすることによってね、私自身も振り返ることができるんですよ。でブログもそうなんです。で結局はね、偉そうなことを書いたり言ったりしてますけど、あれは結局自分のケツを叩くためでもあるんですよ。で偉そうなことを言うとそれなりの責任がね生じてくるんで、それを実行しないとね、信頼もなくすしな、ちょっと格好悪いじゃないですか、ね、ですんでね、それを言うことによって、書くことによってね、それを達成しようっていうこの気持ちになるっていうね、さらにね、いや気持ちはあるんですけどね、もっと確実にそれを達成しようっていうね、強い気持ちになれるっていうことでやってます。で私もね、この YouTube を始めて1年半経つんですよ。で、今年の初めはね、まだ、1年経ってない時ですから、確か思い出すと、そのあれですね、自分の自宅で、明けましておめでとう動画を出したと思います。お正月にね、嫁と子供が実家に帰っている間にですね、一人でひっそりね、リビングで明けましておめでとうございますって言ってね、青いセーター着てね、動画を撮ったのを覚えてます。でそれからですね、まあその前に、ケンさんに会いに行って、でケンさんにといろいろ話しさせてもらって、そこで初めてケンさんとつながりができてね、今まで憧れだった、ケンさんとつながったっていう、そのなんていうんですかね、この心強さっていうのもあるし、で応援してくださってるっていうね、すごいこうなんていうのかな、後ろから押されてるっていうね、頑張らなあかんっていう気持ちになってね、こう意気揚々としてる時ですよ。今年も頑張るぞっていう感じでね、年始めをやってました。で、それから2月になって、ケンさんのところで DVD を作らせてもらったんですよね。でその DVD もですね、やっぱり私がそのガチガチさんの壁にぶち当たって、もうこの仕事をどうしようかな、やめようかなと思った時にですね、この天王寺増刊に出会ってですね、克服できたことをですね、DVD にして、皆さんにね、一人でも多くのガチガチさんの壁に、ぶち当たって悩んでる人、私と同じね思いをしてる人にね届けたいっていう気持ちでね、精一杯作った DVD ですよ。で今となったら結構売れております。だいぶね、皆さん買っていただいてね、参考になっていればいいなと思ってるところですね。でそれが2月で、でそうそう、講座は、年末から奈良講座だけ始めてたんですよ。でそれもぼちぼちね、月に1名2名って来られるようになってきてて、あ必要とされてんねんなっていうふうに実感してきてた時ですよ、今年の初めっていうのはね。でそれで、充実してましたね、その頃もね。で一人一人一生懸命ね お伝えしましたよ。ね、ちょっとでも持って帰ってもらおうと思ってね。でこの後もね、今日も追加講座で来られるんですけどね、奈良講座も順調にいっております。はい、でそれだけやっぱりガチガチさんの壁にぶち当たってる、またはねそのガチガチさんをほぐすテクニックっていうのをね求めてる人が多いんだなっていうのをね、未だに実感しておりますよ。これからもね、私も初心忘れずにね、一人一人をね、ガチガチ専門セラピストに育て上げるぐらいの気持ちでね、指導させていただきたいと思っております。で、DVD 作って販売開始して、で4月5月5月に、東京講座を始めたんですよ、ね。やってみようかなと思って、いやー集まらんだろうなとか思ってやってみたら、いやいや1回目からもう定員の 4名ね、ドンとすぐ埋まっちゃったんですよね。でそこで、毎月やることを決めて、今もやってますけどね、毎月ね、今は荻窪店でやってます。ちょっとキャパを広げてね、最大6名ということでやってますけどもね。
でそこで、木村さんに出会ったんですよ。荻窪店の木村店長ね。で彼と出会って、あこの人が店引っ張ってくれんやったら、東京に店出したいなっていう気持ちになってね。でそこから6月から、東京進出を本気で考え始めたんですよね、計画を練って、いろいろやっていきました。でオープン11月ね、11月に向けてね、約半年間ですよ。6月から11月に向けてね、今年1年はだから一大イベントっていうのはやっぱそれですよね。荻窪店出店、東京進出っていうことが今年は一大イベントでした。で、まあ、今オープンしてね、木村店長と新見ちゃんとあと高橋さんね、3人で頑張ってもらってますけども、うん、でもオープンしたら下でね、また新たな問題がね次々出てくるんですよね。でも彼らはね今一生懸命毎日頑張ってくれてますよ、ね。時間もかかると思います。知名度もねまだまだないですから、私もね、奈良から発信しまくって、彼らも東京から発信しまくってね、半年後1年後に向けてね、今頑張ってるところです。はい。で、オープン5月に東京講座始めて、で6月7月で、あそっか、水谷さんと出会えたんですよ。健さんの紹介でね、水谷さんを紹介するよしたい、するよって言ってくれて、ああぜひぜひお願いしますって言ってね。でそれで、水谷さんと健さんの、セミナーがあったんですよ。合同セミナーがあって千葉であって、水谷さんのサロンでね。でそこに私が、ゲストとして呼ばれたわけなんですよ。だから3人で、合同セミナーっていう形をさせてもらったんですよね。でそこで初めて水谷さんとお会いしたんですけど、あの時の印象がね、やっぱりね YouTube って不思議で、本当に初めて会った気がしなかったですよね。で私が、ちょっと早く待ってて、鍵開ける前にちょっと10分15分ぐらい待ってたんですよね。あれ暑かったから夏ぐらいでしょうね。そしたら車でブイーンって、ケンさんと水谷さんが登場されて、で、水谷さんが、おおこれはこれは下川さんみたいな感じでね来てくれて、うん、あのままやってね、動画のままやって、まあ当たり前なんですけど、あ動画のままの人やなっつって、その後まで握手して、よろしくお願いしますって言ってね、覚えてますね、あの時もね。で、その後も、水谷さんには荻窪店にも来ていただいてお会いしたんですけどね、なんか2回しか会ってないんですけど、なんかそれ以上のなんかがありますね。もっと、お会いして、なんかいろいろやってきたかのような錯覚に陥っております。うん、それだけなんかね、うん、なんて言うんでしょうか、そういうことですよ。はい。で、今年は本当いろんな出会いもありました。受講生さんともいろんな出会いがあったしね、そうやって講座に来てもらうことで、その後もねいろんな付き合いが生まれたりとかね、面白いですよ、人との付き合いっていうのがね。やっぱこれは YouTube やってるからやなっていうのが思いますね。思うな。本当に動画って本当に不思議なコンテンツだと思います。はい。でそんな感じで今年1年いったわけですよ。はい。そうやな。でと来年ですよね。来年はどうしようかなっていう話をっていうか、そのまあ決まってるんですけどね、それをこの前、荻窪スタッフとも話しててね、共有してます。来年、目標は定まっております。スタッフと私の間でね、それに向けてね、着実にやっております。はい。それとね、私個人的に来年の目標としてあれなんですよね、もっとね、ごめんなさい、中の喉がはい。来年ね、個人的にもっと健さん、水谷さんと仲良くなりたいなと思うんですよ。どういうことかというと、私、こんな、キャラなんですけど、皆さんどう思ってるか知りませんけど、私クソ真面目なんですよ。クソ真面目、親からもそう言われてるし、兄弟からもそう言われてる。だからこうやって動画で、発信してることが一番
苦手であろう、その男3人兄弟なんですよ、僕真ん中なんですけどね、喋るの、人前で喋るのが一番苦手。うん、そんなやつが YouTube こうやってやってるっていうことをみんな驚いて、家族驚いてますけどね。うん、クソ真面目だからね、なんていうのかな、あと僕もうもろ体育会系なんで、それで育ってきたん、上下関係で育ってきたんですよ。で、中学高校大学と上下関係だから、やっぱりね、ケンさん水谷さんねとか、やっぱりこう目上の人にはそれは敬語使ってね、丁寧に接するのが当たり前ですよ。それはもちろん常識なんですよ、常識なんですけど、私は水谷さんとかケンさんに関してはね、これからも、なんていうのかな、この業界のためになるなんか活動していきたいなっていう思いがあるんです、僕も、お二人もあるんですよ。で、それを進めていくにはやっぱりね、僕この上下関係だと、もなんていうのか、もう一個先に進めない、人間関係が、ケンさん水谷さんとの関係が。ケンさん水谷さんはもう仲いいじゃないですか、もうね、何年もの付き合いだから、昔からのね、うん、なんていうのかな、こう私が敬語を使って、いつまでも、あ、水谷さん、あ、ケンさんこんにちは、いつもお世話になっておりますとか、こんなことをしてるとね、なんか壁ができてるような気がして、もう一歩進めないような気がするんですよ。だからね、これは、自分の中の課題やなと。一応そのね、ある一定の線はありますよ、それは超えないようにして、でももうちょっとフランクに、親睦を深めたいなっていう思いがあります。例えばね、ケンさん面白いじゃないですか、ふざけたりするじゃないですか、後ろからこうボーン突っ込めたりね、うん、いや叩きはしませんけど、突っ込めるような関係になりたいなっていうことを思ってますね、水谷さんも対してね。だからね、なんか僕の性格とかも今までの生い立ちがあるんでね、もうなんかその上下関係でがんじがらめでこう生きてきたっていうのがあるんでね、うん、だからそれをねちょっとね一歩打破したいなっていう気持ちがあるんですよ。だからね、水谷さん、ケンさん、もしこの動画見てたら、ちょっと一歩来年は踏み込みたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で初めてね、私と来られた方も皆さんフランクにしてくださいね、そんな変に気を使わなくて結構なんでね、来年はそういう感じでいきたいと思います。はい、でそうですね、表現の仕方っていうのは難しいですね。自然とできる人もいるんですけど、僕は難しいですね、やっぱりその、もともとはそんなクソ真面目な性格してますから、なんか常識っていうね、常識っていう、もともとはそういう人間なんですよ。だからそれはもう自分自身で分かってるんで、ちょっとずつ崩していくようにね、工夫しながらこう動画を作ってみたりとかね、やってるんですよ。でもね、ちょっとたまにうちのお袋からですね、お袋から注意受けることがあるんですよ。この前も LINE で、注意を受けました、動画を見てね、あの時のこういう表現の仕方はあかんやろうと、ね、それは失礼やとかね、たまに注意受けるんですよ、うん、まあ、そういうのもね、ちゃんと耳を傾けながら、バランスを取りながらやっていきたいと思います。はい、こんな動画でした。はい、すいませんね、なんかダラダラして、まあね、また来年もよろしくお願いします。ただ、今年もね、まだ動画まだまだ出しますよ、ブログも書きますからね、今年、年内あと半年ちょっとありますけども、よろしくお願いしますね。はい、じゃあ今日も一日頑張りたいと思います。それではさよなら、バイバイ。